わしはまたんで。したからさっさ。だって、捕まえた。鬼ごっこ楽しいね。なるほどな。今のは鬼ごっこやったんやね。なんや、ようわからんけど、追いかけられたから逃げてしもうたわ。みのり、鬼ごっこ得意なんだよ。黒影おじいちゃんにも褒められたんだ。そうか、みのりさんは足が速いもんな。ちっこいのに大したもんや。ねえねえ、まだまだ遊んでくれる？ようわからんけど、別にええで。好きにしたらええやん。じゃあ次はヒカケちゃんが鬼ね。みのりを捕まえて。待て待て待て。どうしたん？みのり、戦わなくちゃいけないんだった。ああ、そうやったんか。ほな戦おうか。でも、なんや、戦いたくないんか。みのりはもっとヒカケちゃんと遊びたい。ほなら戦った後に遊べばええやん。本当に？みのりと遊んでくれるの？遊びたいなら遊べばええやん。なんか問題あるかな？ないない。じゃあ早く戦おう。ほな行くで。任務開始。Bye.
げ舞い順じる鎮魂の夢に舞い順じる私、少し休憩が必要みたいや。ごめんね、日陰ちゃん。別に気にせんでええで。戦ったんやから当然や。随分とおかしな感じやね。わしはみのりさんの敵やなかったんかい。悪人は敵だけど、でも日陰ちゃんは違うよ。こんなにみのりと遊んでくれたのは黒影おじいちゃん以外では初めてだもん。でも黒影おじいちゃんは悪人が嫌い。でもノリは日陰ちゃんが好き。悪人と遊んだら黒影おじいちゃんはきっと悲しむ。ミノリはどうしたらいいの？そうか、それは難しい問題やな。どっちにしてもわしはこの体じゃしばらくはみのりさんとは遊べんわ。その間にゆっくりと考えればええんとちゃうか。うん、そうだね。みのり、ゆっくり考えてみる。
見て。アラクモちゃん、どうして悪人の道を選んだ。我は悪人を切らねばならないというのに。この道を選んだことに後悔はありません。たとえ村クモさんと戦うことになったとしても。強くなったな、ヨミ。もう我がトイレについていく必要もないのだな。当たり前です。お手洗いは一人で行けますよ。夜はちょっと怖かったりしますけど。まさかまだ誰かについてきてもらっているのか。なるほど。なるほどって本当に分かったのですか。ではあの癖は治ったのか。寝るときも指をチュプチュプとおしゃぶりする癖だ。ヨミには関係ない。関係ないことありません。だって村雲さんは私の友達ですから。友達である前に我たちは忍びだ。そして我は善人、ヨミは悪人。戦いは避けられない運命なのだ。わかりました。そこまで言うのならお相手いたします。行くぞ、我らの友情に決別を。
ブラクモ、鎮魂の夢を沈め、任務開始。終わりだ。終わりだ。悪く。終わりだ。終わりだ。力が満ちてきた。行くぞ。終わりだ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 。行くぞ。行くぞ。悪くない。力が満ちてきた。悪くない。行くぞ。終わりだ。我の勝ちだ。ええ、私の負けです。どうしてこうなったのだろうな。同じ場所で育った友達だったはずなのに。仕方ありませんわ。人にはそれぞれの道があるのですから。でも私は今でも村雲さんを友達だと思っています。命がけで戦っても別々の道を行っても
悪でも善でも友達は友達です。なるほど、そうか。我もそう思う。本当にそう思います。友達は友達、悪も善も関係ありません。ラクモさん、ヨミ、ありがとう。あなたには大切なことを教えてもらいました。そうでなければこんな評価ありえません。また少し、ほんの少し強くなったようですね。ひらめ